はーい、サブチャンネルです。うーくん、今日さ、ずーっと床と同化したり、マッサージ機と同化したりしてるよね。今日は特に眠いの。今日特に眠い日なんだ。うん、生理前の女の子みたいな。起きろ起きろ起きろ、早く起きろ。もう夜の7時ですよ。今回はイカゲームの、はい、型抜きを作ります。イエイ。疲れた疲れた、何かどう、てきびだてきびだ。寝れないよ、サブちゃん回ってんだからさ。ねえ、うーくん、ずっとここに今日いるよ。ここか、ここの角。もう早く行くよ。エロエロじゃないか。遅い。もう起きて。6時間後。いでうーくん、ちょっと待って、嫌な予感がしてきたよ。どこどこ、うーくん、え、うーくんねえ、うーくん、ん、何、嫌な予感がすると思ったらよ。肩にはまらない、それこそが肩抜き。分かんない、そういうの。意味とかどう、肩にはまっていない、意味とかどうでもよくて、意味とかどうでもよくて、ただ早くやりたいんですけど。いや、どちらかというと別にそんな作りたくないよ。いや、めっちゃイカゲームの肩抜きやりたいんだよね。超私がもうやりたくてやりたくてって言うんでやるんだったらまだいいんだけど、いや、ポンスとかなんかうーくんが肩抜きやろうとか言ってたから、私がカメラを回し始めたら撮るかなと思ったら全然この様なので、うん、全然作りたいなって思ってません。はい、というわけで今日のサブチャンネルは終わりです。俺たちが悪かった。謝ろうじゃないか。ポネス。いい加減にしてほしいわ。言ってやってくれ。やるぞ、いい加減ゲーム。やるぞ、いい加減ゲームってやりながらずーっと PC を手放さないんですけど。じゃあこれまず一回切って。もういいね。はい、もういいね。切って。切って。そしたらいい加減を作って。じゃあ、じゃあパパ起こす。パパは自分で起きる。いや、ストーンフリーだ。ストーンフリーだ。じゃあ、じゃあ作ろう。しけ。よし。行こう。ちょ、こうなるまでに10分かかりました。でも実際作ったらさ、なんか汚れるじゃん。エアーでいい。エアーでやろう。ぶつけてる。あー、じゃあもう作んないで寝よ。エアーでやる。エアー、エアーいいね、確かに。多分ベーキングパウダーちょっといる。グラニュー糖にベーキングパウダーちょっといる。早くやろう。あ、固まってきた。やってるよ。固まってきた。固まってきた。あ、カリカリになってきた。あ、固まってきた。カリカリになってきた。よし。いいよ、よし。ねえ、ねえ。あ、熱っ。危ないよ。熱いじゃん、やけどした。ねえ、なんでさ、そのままさ、おせんべいなしでさ、やってんの。行こうか。さあ、軽め焼きを作っていこう。ねえ、なんで勝手。ああ、もうこれ当たったら確実に死ぬね。あ、イカゲームなんであんな流行ってんだろうね、すごいよね。ここは当時最よしだ。ポンスは、うん、あのおせんべいをカリカリってやるやつがいい。おせんべいをカリカリってやるやつがいい。うん、いいわよ。カリカリしましょう。せーの、はい、せプリン食べすぎて、プリプリプリン、はい、せあれ、疲れちゃった人のカメラアングル。うん、疲れちゃった。いや、顔をつかまれて、床がいい。強烈なパンチを食らって、おろけて肩を並べうずくまった。かっこいい。はい、やるよ。東京リベンジャーズやってないでやるよ。はい、シャリよ。
はよやれや。はよやれや。もうちょっとね、ナチュラルハイなんだよね、今。眠すぎて。え、ブスなアングルで撮らないで。え、全然かっこいいよ、なんか。むしろ。開けないでくれ。開けないでくれ。これ開けないでくれ。これ開けないでくれ。まず、これ開けんといてくれ。これ開けんといてくれ。これ開けんといてくれ。もう一つ、お玉がヘラを用意します。これ開けるんだろうけ。小皿にベーキングパウダーを入れて、手の届く場所に置きます。その後、トレーにごく少量のグラニュー糖を振っておきます。そしたら、お玉にグラニュー糖大さじ1を入れて、ヨガペンにかけて、手から10センチくらい離してグラニュー糖を、周りが吹き始めるまで20秒くらい待つ。いや、今童貞のお玉の周りからグラニュー糖を、この時に落とすように、しっかり混ぜる、する。いや、もしグラニュー糖全体が溶ける前に色づきそうならば、さらに火から20センチくらい離してグラニュー糖全体を静かに混ぜてします。よし、一個やっていこう。頼むわ、じゃあ、あと。ええカメラマン変わりまして、どうぞ。さすがにやります。さすがにやっていこう。粉はどうすんの？ちょっと待って、携帯。ママと一緒にやりたい。やっと準備できたぜ。はぁ、やっとだな。30分かかったぜ、ここに来るまでに。まずはグラニュー糖 40g、はい、水 5g、はい、これを混ぜる。混ぜる。いきます。はっ、いきます。お願いします。わっ、ひゃっ。そして中火。中火。中火で混ぜる。混ぜる。やばい、うんちしたくなってきた。なんで今。おカメラを頼む。はい、どうですか。少し色がついてきたので、弱火にして素早く混ぜる。ベーキングパウダーを投入。いきます。はっ、いや、もこもこもこ。ママ、できてるよ。いいですね。その仇を打ったらいいです。ニャラニャラって置いて、パッて、ニャラ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 。それは失敗ですね。失敗？うん。色がね、ちょっと濃い。濃いです。失敗。一体、私がいない間に、何が起こったって言うんだい？何やら焦げ臭い匂いがするなって思ったら、絵の具みたいなものができているんだけど。もう一回やらせてくれ。リベンジ来い。はい、もういいんじゃない？ダメ？早いの？ちょっと黄色になったら。あ、オッケー。黄色。ちょっと黄色だよ、今。ちょっと黄色な気がする。いく？うん。ちょっと待って。何？今？今かな？もうちょっとかな。いけ。今。消す。はい、入れる。何を？何を？それだよ！カモン！いいよ！いいんじゃない？あ、頑張れ！ちょっと、はい、剣の前に流します。もうちょっと熱したいな。ちょっと弱いな、火が。オッケー。この色いいんじゃない？いいよ。どうぞ。ちょ、これ邪魔。いった。あと、いけ。ナイス。できた。あーちゃん、逆転してるって。さっきと。
なんでどちらかは眠くなければいけないの？あっちでやってみ。これできるのかな？本当？ま、うん、あでもできてんのかなこれ。え、すごい。めっちゃ上手じゃん。めいくんすごい。でででん。よく頑張ったね、うーくん。よくできたね。すごいよ、本当に。これ抜きたくない。宝物にして、枕の下に入れて寝ようか。はい、ジョイチャンネルです。どうも、ポンスト。はい、スペイド。はい、あやなです。今日はね、イカゲーム知ってますか？いや、もう結構それ序盤にやったんだよな、ね、2本目撮ってる。そんななんか改めてみたいな感じじゃないんだけど、もうはい続きですっていう状態よ。はい続きです。はい、肩抜きです。はい、割っちゃったら失敗です。割っちゃったら失敗でございます。割らないように。割ったらどうする？割ったら片付けをめっちゃやる。掃除の系。わかった。じゃあベリーゴー。ちょ早いだったから。その裏技的なやつ早いんだって。分かった、いいアイテム見つけた。え？それもう本末が転倒するよ。これでいけんかい？いけんけ。もうこのゲームの醍醐味全てがなくなるよ。これいけんけ。逆だしね、しかも分かってる。これこっちだとあれで、こっちが鋭いからこうだよ。あぶり。まあちょっとね、ちょっとコンコンぐらいだったらいいんじゃない？ねね、すいませんけど、うん、これ舐めた方が簡単に取りやすいです。はい、バーン。いやいや、ちょっと待って。え？あ、おすごい。ウェイ。来た。ソンギュン地道に頑張ってる。よし、こっからは頑張ろう。じゃあちょっと落ち着かしてね。つかしてやるんだよね。これは食うんだよね。食うんだよね。砂糖と水とベーキングパウダー。見てすごいじゃん。うまいよ。うまい。頑張って。ちょっと舐めた、ちゃんと甲斐があったね。気持ち悪すぎる。お、無理。グッチって割れた。あー、割れちゃった。お掃除の系です。お掃除。ちょっと悔しいね。寝る？これ違う。いいよ。パパにこっちやってもらったら。パパの方がむずいもんね。おできた。おー、見せてください。グリオです。グリオです。え、お、い、お、え、お、じゃあ、それやってあげる。え、お、え、お、よかったね。めっちゃ上手。やるの夢やったもんね。ねえ、ずっとやりたかったんだもんね。なんか YouTube で次は出てくるんだよな。はい、というわけで無事にイカゲームの肩抜きができたということで、このサブチャンネルを終わりにしましょう。はい、お疲れキューンで終わって。お疲れキューン。そんな終わり方したことないよ。